ギラン線、広し夢め脱線事故は、2018年10月21日に、台湾鉄路管理局のギラン先進馬駅、総合新駅間で発生した列車脱線事故である。乗客18名が死亡し、215名が負傷した。台湾における鉄道事故としては1981年3月8日の当然京京衝突事故に、匹敵する惨事となった。 以下本文中のすべての日時は、現地時間を表記している。樹林14時50分発台東行時実況で、当日の乗客は366メート、ほぼ満席状態だった。事故前から、トラブルの報告がなされており、総警駅、亀山駅を予定より遅れて通過、ギラン駅で、応急点検とカレイン駅での車両交換手配を、行い道駅を15分遅れで出発。 冬山駅通過後、速度超過の状態で、新馬駅の急カーブを曲がりきれずに脱線した。脱線した車両は、台湾鉄路管理局が、東部感染高速化のために導入し、日本車両製造が製造した、テム2000型電車の第四編成にあたる、テム2007プラス2008。運用前に大鉄を呼び、日本車両の受領確認だけではなく、イギリスの企画認証大手、 ロイドレジスターグループによる第三者認証も取得している。2013年から営業運転に投入され、2017年に徴収規整備を受けているが、その時点では異常は認められなかった。台湾鉄路ではヨーロッパで策定されたアートムズ E トックスレベル1規格準拠の自動列車防護装置をボンバルディアトランスポーテーションに発注。 2006年から試験的に導入式期間中に故障が相次いだものの2007年8月より前線で本格導入に至っている。この車両にも装置は搭載されていたが事故当時 ATP は切られていた。また TEM2000 型には車両統合管理装置が搭載されており TCMS は隠し警告を発するほか航空機のブラックボックスに相当する機能を持っていた。 各種記録データの取り出しは USB 経由で可能となっていた。事故翌日に現場を運行する区間車事故発生を受けた大鉄は17時に対策チームを編成、内政部でも同時に大規模災害対策部署である中央災害用編中心に本部が設置され、対応に当たることとなった。現場ではギラン県政府の警察、消防と国軍を投入して、 救助活動が行われた。当日中に、台北市は、市長株の秋が、市の救援チームに待機指示、に北市も市長主立林が、市消防局の救助隊を派遣したことを表明している。外交部は負傷した乗客に、米国籍の女性1名が含まれていることを、発生当日中に、米国在台湾協会へ通知している。翌月に二0十八年統一地方選挙を控えて、 各種政治活動が活発だったが、総統の蔡英文が民主進歩党は直ちに選挙活動を停止すると宣言。中国国民党も同調している。蔡英文は22日早朝に現場入りし、3日以内での上下線での運行再開を目指すよう指示している。事故発生を受けて、柿吉美大鉄局長は、交通部長、小広史博りごとに、 口頭で辞意を伝えたものの、自己処理が一段落するまではと遺留されていたが、25日に受理された。27カ国の政府機関から事故に対する疑問や哀悼の表明されたことに対して、外交部は23日付で、政府や被害者を代表して、社員を述べた。また、バチカンでも、第266代ローマ法王フランシスコが、 事故犠牲者に対し哀悼の意を表明している。事故当日、死傷者以外の6432時及び他の列車の乗客に対しては、羅東や東、王間の臨時バスで普通区間の振り替え映像が行われたほか、ユニー航空が台北松山空港とカレン空港間に臨時便を運航した。事故直後から上下線とも普通となっていたが、 翌朝22日5時12分より西側の線路を用いた単線での運転を再開した。なお、総単線運行は大鉄では日常的に行われている。24日5時54分、東側の線路でも運転を再開し伏線運転に戻った。現場となった新馬駅前後は曲線半径約300メートルの急カーブ上にあり、通常の制限通過速度は 時速65キロ、車体傾斜装置を搭載する、広市有名時競合及び太白角時競合は、時速75キロ、あるいは時速約80キロだった。脱線した列車は、車両情報記録装置によれば、速度超過を起こしており、新馬駅のカーブ通過の際にその速度が、時速140キロメートルに達していた。運輸安全委員会は2020年10月に、 最終報告書を発表した。事故は車両の不具合、そして安全装置を故障していると思い込んだ運転士がスイッチを切ったことによるスピード超過である。管理機関の教育不足、整備の先送り、故障に気づかないといった組織的な問題が事故を引き起こしたと結論づけ、日本企業への責任について言及はなかった。 事故の発端となった車両の不具合に関して大鉄と住友商事との間で保守管理の役割分担が明確になっていなかったため修理ができなかったとした。当初は意識があるものの重傷だった運転手に対しては回復を待って議ラン地検証による事情聴取が22日深夜に行われ保釈金50万ニュイ台湾ドルで翌朝に保釈された。 男性運転士は1997年入局だが、運転業務は2013年以降5年目、平日は通常の内勤、多客輸送となる日曜日のみ、運転業務だった。なお運転士は2月にアンフェタミン服用による薬物使用で基礎猶予の処分を受けており、事故日も執行猶予期間中だったことが報道された。処分以降毎月尿検査を受けていたこと、 直近2ヶ月間は薬物使用反応が認められていないことを行政員スポークスマンのコラス・ヨタカ立法委員が公表している。交通部次長の王国材は24日、立法院交通委員会の質疑で当該列車のブレーキに故障はなかった旨の答弁を行い、運転士の意思に反して停止できないままカーブに突入したことを否定していた。最終報告書ではブレーキに故障はあり、 運転士が ATP に問題があると誤った判断したため、スイッチを切り、起きたスピード超過が原因と結論付けた。運転士は事情聴取に対し ATP を切ったと述べたことを知見書は明らかにしている。その後の調査によると、大鉄は車両に故障が発生していたことは、報告を受けていたが ATP を切っていたことに、関しては更新記録にもなく、 運転士が独断で切ったものと24日に公表した。ATP については2007年以降の他形式への実装段階で司令員に使い勝手の悪さを指摘され、2010年に運転士が報告せずに切っても、司令にその通知が届くように通信装置が全列車に取り付けられていたが、大鉄は当時入札中だった、広し有う号のテム2000型には搭載しなかった。 大鉄は、立法院交通委員会での、時代力量立法委員、高ークの質疑応答で事実を認め、広志有名編成への早期装着のため台湾、ナブテスコに打診中とコメントしている。11月1日、車両を製造した日本車両製造は、別の通信事業者が納入した ATP の通信装置端末の配線が未接続のまま、出荷されていたと発表したが、 日本車両製造は台湾当局からの問い合わせで調べたところ、設計担当者のミスで配線の接続が使用書と一部異なり ATP の通信装置が働かなかったことが判明した。通信装置がなくても事故前に ATP を切ったことは、事故前の時点で指令書と運転士の無線更新の記録上からも明らかになっているため直接的な原因とは言えない。 日本車両製造とともに受注に関わった住友商事は賠償を拒否している。ATP を切っていたことに禁する事故事例としては2007年に同じギラン線で発生した2列車の衝突事故が挙げられる。事故車両はまず6号車と8号車の2両が23日未明に東園市山桃区にある自局の富岡車両基地へ搬送、残りも順次搬入され、 事故調査完了後は廃車となる見通し ATP を切ってでも運行を継続していたことについては故障が状態化していたこと退職した運転士が遅延時には運転士が指令から ATP を切ることも含めた回復運転を図るよう日常的に要請されていた乗務時間と運行距離は点数として累積され一定点数に達すると報奨金が与えられるが一度の 遅延で点数はリセットされてていいた旨の証言をしている事故をめぐる証言、調査報告には大鉄運転士の供述及び、組合の主張と大鉄上層部の答弁、報告にはいくつかの相違点が見られる。2019年4月議論知見所から委託されて、約半年間にわたり、大鉄への捜査を実施した台北地検書は、ATP システムの実装、検査、 現場への操作指導段階いずれについても大鉄の過失があると言及した。その後ギランチ検証は遠隔監視装置の車両への追加実装について入札後の仕様変更で盛り込まれたものの製造、納入時に日本国内及び台湾国内で2度の試験機械があり上記のように日本で配線ミスがあったとしても台湾での実地試験時にそれを怠った。 大鉄の不作為を指摘し、他形式への遠隔装置導入後も、ATP カット時に高速運転可能な仕様を及び、自動的に速度制限がかかる仕様を実装せず6年間にわたり、乗客を危険にさらしたことを求断した。2019年6月、ギランチ検証は運行開始前から、事故列車の異常に気づきながら適切な処置を取らなかったとして、 業務上過失致死で運転士を起訴。運転士だけでなく、司令所人員の現場職を起訴したものの、半上谷、周永明が清し、ミラ直近の大鉄局長など上層部については、不起訴処分となり、遺族からは不満の声がある。財団法人中国原線中心の党ごとで、2007年から7年間大鉄局長だった、半上ウに,については、 交通部長の林慶龍が退任を要求し、役職の交代が行われた。2014年のトランスアジア航空222便、着陸失敗事故を上回る、台湾の運輸事故としては最高額の一人当たり1570万ニュー台湾ドルとなっている。事故をめぐり、住友商事は大鉄から損害賠償請求訴訟を起こされた。 日本の運輸安全委員会や米国の国家運輸安全委員会に相当する航空事故の調査機関、飛行安全調査委員会を鉄道を含むあらゆる交通機関を対象とする独立調査機関、国家運輸安全調査委員会へと改組する法案は2016年に総案が決議されたが行政院での三読審議が2017年5月に第一読会での審議が開始されたまま停滞していた。 この事故に際して複数の立法委員が審議遅れを批判している。行政委員長のライ・キヨノリは批判に答え、11月中に行政院での閣議決定とその後の立法委員審議へ移行できるよう手続きを迅速化することを承諾した。関連法案の成立を経て、運安会は2019年8月1日に正式に発足最初の業務として、 本事故の本格的な再調査が期待されている。事故後から運転士の二人乗務制を暫定的に開始していたが、大鉄は2019年8月よりそれを解除することを決定するも、交通部が差し戻している。この広市有名号に限らず ATP をカットしても最高速度で運行できていたことに対しては、カット時に時速 60km 制限がかかり、 時速 63km で自動的に強制制度が発動する新仕様が2019年6月に完成、同年内に太白角号と広志ゆ目号に2023年までに保有する全ての車両818両に実装予定。大鉄では現場となった新馬駅構内の曲線半径を 306m から 500m に緩和するとともに、 他のギラン線内の数駅でも同様の改善工事を2022年刊行を目標に計画している。事故列車の運転士が直近まで薬物使用歴があったことについては2019年8月に交通部鉄道局が関連法案の改正に着手し運転士に対する各種検査で薬物の項目を追加し発覚すれば職務停止や運転士免許諾脱を盛り込んだ。 改正法案の提出を表明している。ありがとうございます。